32じゃん、俺。で、いやー、AKB の名前覚えられまへんわーっていうさ、おっさんトークして周りから、いやいや、まだまだ若いじゃないですかっていうレスポンスを期待するじゃん。誰しも。32あるあるなんだけど。マジでわかんねえ。岡崎体育わからない。大石正義わからない。西野かなギリギリ。知ってるぐらい。西野かなぐらい。びっくりした。俺西野かなって、別にそんな大して有名じゃねえのかなと思ったら、成瀬心美ちゃんのツイッター見て、そのライブ行ったよーっつって、東京ドームかなんか5万人ぐらい埋めてて、俺、生主に毛が生えたぐらいの人気かなと思ってたの。西野かな。あいつやばいんでしょ、西野かな。激ヤバでしょ。俺、生主、相神ぐらいの人気かなと思ってたんだけど、やばいんでしょ、西野かな。知ってる？西野かなって。やばいらしいよ。クッソ人気らしいよ。片桐エリリカぐらいのレベルかなと思ったら、やばいらしい、今。最強らしい。知らないんだもん、俺。西野カナの。だってさ、なんかその、歌手とかでもさ、ライブに人来ないよ、みたいなのって聞くじゃん、よく。俺だから、西野カナの歌聞いたわ。好きになっちゃったの。好きになっちゃったの。みたいな歌聞いたわ。俺もそれで、恋した気分になった。あれで。知ってる？今の歌。Oh baby, 好きになっちゃったもの。好きになっちゃったもの。みたいな歌聞いてたわ。知ってんだろ、おめえらも。西野カナ。おめえらみたいな、クソ、汚れオタクはわかんねえか。俺みたいにパーティーピーポーじゃねえからな。おめえらは。習えよ、俺に。だってわかんないって。ねえさ、じゃあ逆に聞きたい。ねえ、これ知らなかったらやばいよ。ちょっと教えてくんね。ねえ、これ知らなかったらやばいよっていうの教えてくんね。さすがにこれは知ってるでしょっていうさ、今めっちゃ来てるやつ。今、めっちゃ来てるやつ。最近の、すっごい人気のやつ。いや、サカナクションは知ってる。てか、なんならサカナクション最近よく聞いてるわ。ワンオクロックも知ってる。俺たちはさ、最近日本にいることも少なくてさ、なんかみんなを寂しがっちゃってるけどさ、ただ俺たちが求めてる音楽が、海外にある。自動販売機にジュース買いに行くのと変わんないんだよね。ただそれだけ。の人でしょ。俺ちなみにワンオクロックのモノマネ多分日本で今一番目から。トーク、MC の。ただそれだけ。俺の求める笑いが YouTube にある。ただそれだけ。の人でしょ。ワンオクロックと渡部篤郎。バカにしてねえ。お前俺ワンオクロック俺めっちゃ好きだぞ、顔。俺めっちゃ好きだよ。俺。渡部篤郎とワンオクロック。いや、顔かっこいいじゃん。いいじゃん、別に人を好きになるのにさ、見た目かっこいいっていうのは、一番嬉しくない。ワンオクのタカも多分喜んでるよ。顔かっこいいんだもん、めちゃくちゃ。顔めちゃめちゃ、あ、ポルノグラフィティもすげえ好き。ポルノグラフィティ。な、もう多様化しすぎてさ、わかんねえんだよ。顔が好きでネルと同じ評価じゃねえか。お前、ワンオクロックとネル一緒すんじゃねえぞ、あんな。ワンオクロックのうんこよりネルさん、うんこ以下だぞ、はっきり言って。一生すんじゃねえ。あのゴミと。ワンオクに比べたらネルさんがゴミ以下だよ。鼻クソ以下。一生すんじゃねえ。ああ。ネル最近視聴者に噛みついてきてください。どんだけ言うこと聞かせたいんだろうな。いいじゃん、別に視聴者に噛みついてきても。
ワンオクの弟がボーカルのマイファスも最近入る、マイファスっていう人たちがいるんだ。似てんの？バンプオブチキンも知ってるぜ、俺。バンプオブチキン、うん、サカナクション、うん、ポルノグラフィティ、ミスターチルドレン、マイリトルラバー、サーフィス、小袋、スーパーフライ、スキマスイッチ、ウルフルズ、ディーン、ビーズ、ラルクアンシエル、ディルアングレイ、湘南の風、ELT、ジャンヌダルク、モンゴル800、こんぐらいしてら十分だろ。知らねえ、ジャンヌダルク、おめえら。最強だよ、はっきり言って。俺のなんか青春パンクみたいなの好きだったんだよ。今なんちゅうんだあいつらは。ゴーイングステディ。名前変わったよな。湘南金梅みたいな名前なんだっけ。なんだっけ、ゴイスって名前変わっちゃったらなんか復活してライブやんだろ。あ、銀南ボーイズだ、銀南ボーイズ。知らねえ？ゴーイングステディ。俺たちね、俺がゴーボーの時はゴーイングステディだったんだぞ。なあ。銀南ボーイ、銀南ボーイズになっちゃったんでしょ今。湘南金梅だかよ。銀南ボーイズだかわかんねえけど。あ、禁断ボーイズってそんなあれなんだ。そこからつけてんのか。ロードオブズメジャーとかさ。スガシカオとか、俺スガシカオマジ好きだよ。僕らはルン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 、横一列ルン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 。やべ、クソスガシカ歌いに来て。おい、行くべ、カラオケ。プログレス歌うべよ。なあ、プログレス。いや、行ってもいいんだけど、帰ってくんのめんどくせえんだよ、俺。プログレス知らねえ、おめえら。めちゃめちゃいい曲だよ、プログレス。あれ、何の歌だっけ？プロフェッショナルっけ？俺、最近音痴治ったんだよ、なんかね。あのさ、俺、すげえ音痴だったんだよ。でも、あの、歌ってる人のモノマネをすればいいんだっていうのが分かってから、劇的に歌唱力が改善したの。マジで。それまでほんと歌えなかったんだけど、ね、歌ってさ、結構モノマネで上手くなる、あれ。なんかモノマネしようと思ったら、ちょっと歌えるようになったんだよね。ほんとに。そうだよね。モノマネって結構大事だよね。自分の自己の歌唱力を上げるっていうよりさ、上手いやつからさ、真似するのが一番良くない？あれ絶対それが一番上手くなるよね。いや、前までほんとできなかったんだよ。前まで。だから俺、ポルノの歌ももう完璧に歌えるわけじゃん。そう、本人をね、参考にするのが一番の、山、ありったけの、この声を、届けてほしい。ほら、なんか、うまく、おい、うまくね、俺。なあ。おい、うまくね、今のとかも。初めて。ありったけの、この声を、届けてほしい。すげえうまいわけじゃん。結局。これなんだ、やっぱ。これ。田中真希子と山崎正義。ああ、お腹痛い。うんこもらえる。うんこが漏れる。ちょ、みんなうんこしてきていいか。許し、ちょっとワインを一杯開けてから行くわ。ルキオチみたいにカラオケ動画流して歌う。あれ、寒いよな、あれ。あれ、寒いよな。やるべ。おう、やるべ、今日。乗るべ。ルキオチとコラボすべ。ああ、うんこしてくるわ。
山崎正義歌いながらうんこしてくるわ。おめえらもよ、うんこするときはよ、山崎正義の歌歌いな。